はい、こんにちは、まーちゃんのまはです。本日ですね、えいしんくんが小学校に入学しました。おめでとう。ありがとうございます。短いようで長かったけど、長いようで短かったけど、まだ16日までは昼食ないんだって。そう、しばらくはね、あの徐々に慣れていかないといけないね。明日からはでもランドセルを背負って普通に登校ですね。楽しみだね。そして朝も起きるの早くなるからね。一応この辺に写真載せとこうか。入学式っていうパネルの横でエイシン君写真撮りましたから、かっこいいでしょ。この格好すごいかっこいいよね。あとなぜか今日はですね、すごい寒くてね、東京でも雪が降ったらしいんですけど、千葉でも雪降りまして、すごい寒かったね。異常に寒かったです。手がもうひもじになりそうなとこだったよ。そうそうそう。それで桜もね、結構散っちゃってて葉桜でしたね。体育館ストーブ焚いててさ、こんな寒いことあるのかって。A ちゃんたちのクラスのストーブでやってたよ。あ、本当に、そうかそうか。 A ちゃんのね、席も今日見てきた、座ってるとこも写真、これね、これありますけど、いいね、やっぱりね、1年生だからね、すごいね、ちっちゃい椅子とかね、テーブルとかすごいちっちゃくて、なんか懐かしい気持ちになって、はい、ということで6年間頑張ってくださいね。はい、はい、では今日はですね、そんなですね、エイシン君が昨日だっけ、トイザラスに久しぶりに行ったんでしょ。そこで見つけてきたこちらですね、なんだっけ、ミニミニトーマスっていうやつですね。ミニミニトーマスの第1弾だっけ、集めてつなげてミニミニトーマスっていうですね、ちっちゃいなんかシリーズが出てたらしいので買ってきてくれましたね。カプセルプラレールっぽいちっちゃいミニフィギュアだね、これね。ただ連結することができるみたいだね。そういったフィギュアが新しく出てたみたいです。フィッシャープライスから出てるみたい。フィッシャープラス、ね、フィッシャープラスって言ってほら、あの木の線路のシリーズ。あ、そうそうそう。だからこれだって車輪が同じだもん。乗るかもしれないね。ちょっとそれも後で試してみようかね。よし、では3パックありますので、開けていきたいんですが、これちなみにですね、なんと第1弾全70種類だって。70、半端ないよ、これ集めらんないよ。集めるのちょっと大変だね。中に何が入ってるのかも分かんないしね、はい、じゃあ3パック開けていきましょう。はい、1パック目。あれ、ちょっと説明しようかよ。こういったラインナップ表ですね、結構種類あるね。しかもトーマスだけで何種類かあるっぽいな。すごい、こんな感じの説明書で、こちら側もあるんですが、なんかシークレット持ってるね。これシークレットなんだよ。ゴールドトーマスだね。ゴールドトーマス、これシークレット載せちゃっていいよ、ね。でもなんか見たことないトーマス、こういうのとか、例えばなんかスーパーマントーマスだけど、こういうのがあるんだ。あ、これはこれで面白そうだね。ひとち感謝飴、ジュースメタリック。お、すごい。お、いいね、意外と手のひらサイズで軽い。はい、こちらですね、ジェームスのメタリックバージョンだね。いいね、いいね。で、ほんとピカピカ。そうだね、車輪はこんな感じになってて、連結もこうなってますので、つなげられそうだね。いいねこれ。いきなり豪華な感じも出ちゃったよ。ね、ピカピカだ。2パック目をちょっと開けていきますよ。2パック目。おお、あ、これはスクラフ。スクラフ来た。でもやっぱりよくできてるね。じゃちょっと細かく後で見てみようか。じゃあ次の3パック目も開けちゃいましょう。最後の3パック目。あれ、白い。これ誰？はい、こちらがですね、2パック目のスクラフだね。なかなかいいね。ちゃんと塗装もされてるしね。緑いい感じです。いいね。こうやって見るとカプセルプラレールにも出来は良さそうだね。だってこれカプセルプラレールの線路にもなりそうだね。あ、そうだね。もう一つがこちらですね、白なんだけど、これね、なんかわからない、正直。多分ね、ディーゼルの誰かだったと思うんだけど、それが白になってるという、白バージョンのディーゼル機関車ですね。誰だって、そうだね、あのディーゼルの一味の中にいたような気がするんだけど、こういうやつ、ちょっと名前が、ディーゼル10の弱中でいたって。あ、そうそう、いたと思う、いたと思いますね。はい、はい、じゃあちょっと連結させてみようか。連結させるとこんな感じ。あ、割と小回りが効いて良さそうじゃん。あ、これ十分だね、手転がして遊ぶんだよね。かわいいね。で、今の反対にしても、上から乗っけるだけでしょ。
そうだね、いいね、手軽でいいじゃん、うん、そして木製レールのレールをちょっと持ってきてみました。こちらに乗っかるかやってみようか。ちょっとゼーメス使ってやってみてくれる？あれ？あれ全然ダメか。あー、カプセルプラスがのやつって言ったか、それっち。あー、全然ダメだね。あ、なんだ、ごめん、勘違いしちゃった。なんか乗るかと思ったいいちゃんも乗らなかったね。あ、残念。はい、ではですね、カプセルプラレールのレールを用意してみました。乗っかるかなっていうか、今度はダメか、オーバーか。あらららららら、ら合いませんな、これもな。あら、じゃあ合わない。これで遊べるレールはない。はい、プラレール持ってきましたけど、プラやっぱね、そうだよね、そうだ、この幅って結構近いんだもんね。あ、同じだよこの幅。あ、そうだそうだそうだった。最後にちょっとこれ、そう、キャラレール、昔紹介した仮面ライダー大集合。あ、これ弾けるじゃん。これやっと弾けるこれ弾けるバンダイさんのレールに乗っかるんだ。えー、ね、ちょっとこれいけるね、うん、あ、これいける、よかったよかった。じゃあよかった、よかった、いけんじゃん。はい、ということで今回は集めてつなげてミニミニトーマスでした。